ナルト考察、コノハのメインの上人一覧と能力を考察。今回はナルトに登場するコノハの里の上人について考察していきたいと思います。そもそも上人とは、おかげを補佐し里の方針を決める会議に参加する権限がある、忍びの中でも優れた実力を持つ者が就任することができるエリート忍者のこと。最近の流行りのもので例えると鬼滅の刃の柱といったところでしょうか。畑かかし、シャリンガンのかかし、コピー忍者のかかしの異名を持つ天才忍者、後の6代目ほかげ。実際には死んでいませんでしたが、親友の死、自分を好いてくれる女の子を殺めてしまう過去、担当の先生を亡くしてしまっても立ち直るそのメンタルは最強で、忍びとは忍び耐えるものを一番体現していると言えるでしょう。もしサスケがカカシの人生をたどれば、4年に一度のオリンピックぐらいの頻度でコノハに復讐したと考えられます。能力、シャリンガンでコピーした1000個もの術を自在に操るらしいですが、本編ではオリジナル術の雷切りや万華鏡シャリンガンの固有能力であるカムイを使用する姿が目立ちます。腹パンに定評があり、対オビト戦では千倍一遇のチャンスにさらにもう一発と腹パンを食らわせました。マイトガイ、第3班の担当上人、才能がないと開くことができない8万トン鋼の陣を使用することができる天才忍者。初登場ではカカシより強い発言とその濃すぎるキャラにネタキャラかと思われましたが、読者がドン引きするぐらい本当に強かった。あまりにも強すぎたため終盤までただの名言マシンと化しましたが、最後の方は主にヒサメ、マダナなどの強キャラを任されたマジモンの化け物です。能力、体術のスペシャリスト。作中で口寄せや幻術返しを使っていたところを見ると、忍術も多少は使えるようです。八門遁甲の陣の使い手であり、ラスボス級の強さを持ったマダラを追い詰めました。サルトビアスマ、第10班の担当上人、三代目ほかげの息子、大名を護衛する役目を持つ守護人十二使にも選ばれていた実力者。対各山&被弾戦では早々に実力者を見切り、部下の鹿丸に丸投げした実績を持ちます。ただ鹿丸がいると相対的に他のキャラの頭が悪くなるので、仕方ないといえば仕方ないかもしれません。しかし対イタチ戦においても目を閉じて棒立ちしていただけで、その実力には疑問しかありません。最終的には鹿丸の覚醒の犠牲となり、江戸転生された時は長寿覚醒への犠牲となった先生の鏡です。能力、風の性質を持っており、それをメリケン状のチャクラ刀にまとわせ切れ味を上げ、リーチを伸ばして戦います。ナルトに風の性質についてアドバイスを送りました。ナルトが性質変化で強力な術を編み出しているのに対し、風遁の師であるアスマはほぼチャクラ刀を振り回しているだけでした。このことからプロフェッサーと言われた三代目から受け継いだのは本当に火の石だけだったことが伺えます。夕日暮れない、第8班の担当上人、後にアスマとの子供を妊娠しました。能力、幻術を得意としますが、シャリンガンのイタチ相手に幻術をかけるというありえない失態を犯しました。しかしイタチの幻術返しを瞬時に解き、イタチからさすがですねと評されたので、それなりの実力者であることは確かです。この時は相手が悪すぎました。奈良四角、奈良鹿丸の父親、IQ200 以上の頭脳を持つ鹿丸が一度も勝てないほどの頭脳を持つ天才、一瞬で10手先を200通り分析する鹿丸相手に全く気取られることなく王手を指しています。その頭脳を買われ、第4次忍界大戦では連合の指揮を任されています。能力、奈良一族の影縛りの術を使います。作中では初めて影首縛りの術を使用しました。山中井の一、山中井のの父親、第4次忍界大戦では情報伝達役として頭にハイテクマシンを身につけています。能力、神乱神の術などの相手を操る術を使用します。その能力の派生で相手の頭をつかみ記憶を見ることができ、半日分の記憶を30分ほどで見る能力を持っています。秋道長座、秋道長寿の父親、見た目通りの温厚な人物に見えましたが、ナルト第1話において長座らしき人物が禁術を持ち出したナルトに対し、どの道ろくなやつじゃねえんだ、見つけ次第やるぞという恐ろしい言葉を放っています。本人という確証がないためあくまで疑惑としましたが、あの木の葉の里に住んでいることを考えるに、長座本人の可能性も否定はできません。能力、倍化の術を使い体全体を巨大化することができます。油目シビ、油目一族で油目シノの父親、ペイン襲撃ではコナンに対し全力で駆除するぞと交戦しました。能力、シノが使う虫よりも性能のいい虫を使います。シノがグレートモスなら、シビは究極完全体グレートモスといったところでしょうか。
シノが解毒することができなかった毒を解毒したこともあり、汎用性の高い虫を操ることができると思われます。シズネ、医療忍者で綱手の付き人、医療忍術によりサスケ奪還編で負傷したネジの命を救いました。また第四次忍界大戦では後方支援医療部隊の隊長に任命されています。能力、兜と交戦した時には毒斬りや毒針などを使用しており、真偽は不明ですが兜からはできると評されています。ヤマト、オロチマルによる人体実験の生き残りで暗部一番の使い手と言われる優秀な忍び、人体実験により初代ホカゲの木遁が使え、九尾抑え込み要員としてナルトの修行に貢献しました。木遁で建築物を作ったり、下道魔像の増幅器として使われたりと、ナルト屈指の便利キャラ扱いを受けています。能力、木遁忍術を扱うことができますが、初代ホカゲほどの木遁は使えないようで、小規模な木遁となっています。というか初代が大規模すぎですね。ヒューガネジ、コナハにて最強でおなじみのヒューガ一族の生まれで、一族始まって以来の天才。銃剣という体術を得意としていますが、過去にはリーに体術だけで忍者にはなれないと言ったり、ホカゲの血筋で天才のナルトに落ちこぼれと発言するなど、ブーメランキャラとしても有名です。前半から終始天才と言われ、終盤でもナルトにやたら天才と容赦されています。十尾の攻撃を回転と空拳で弾いたりと、実力は疑いようがありませんが、もはやそれだけでは読者は驚かなくなっており、ナルトがネジを煽ってるようにしか見えませんでした。最後はナルトをかばい死亡しています。ナルトの異常な天才呼びに、死因がナルトに天才と言われたからなのもおかしくはないです。能力、白眼で相手の転結を見切り、そこを銃剣で突くことで相手のチャクラの流れを止めることができます。またヒューガの本家だけが使える八卦64章や八卦章回転を独学で身につけている勉強家でもあります。まとめ、以上が木の葉の里のメイン常任一覧でした。常任なだけあって、なかなか優秀なキャラが多かったですよね。作中でも連合軍の隊長に就任している忍びの大半が木の葉でした。さすが最強の里。ボルトの世界でも常任の活躍が楽しみです。皆さんの好きな常任は誰でしょうか。コメントお待ちしております。